ちょっとさすがにね、動揺したことが最近あって。俺あんまりさ、普段さ、公式の話とかしねえじゃん。まあ、意図的にしないようにしてんの。完全に分けてやろうと。で、みんなも結構しないじゃん。俺のユーザーとさ、公式完全に今隔たれてんじゃん。さあ、ちょっと、今回ばかりは、ちょっとね、町会議で、俺、小池百合子都知事と一緒にほとんどなっちゃってさ、なんでっていう。俺さ、じゃあ発表されたでしょ、もう。一応発表されてるのが、小池百合子東京都知事、夏の加藤純一っていうさ、そのトリオ何？ねえ。そのトリオ。なあ。そのトリオ何？このトリオ何？ウケない。俺ね、ウケたのすげえ、マジっすかっつって。ウケない。普通に。いや、聞かされてたよ、もちろん。ちゃんとした依頼が来て、いや、間違いでしょって言ったの。いやいやいや、何かの間違いでしょって。それは、思うでしょ。すぐお父さんとお母さんとお姉ちゃんとお姉ちゃんの子供二人呼んだわ。俺。ちょっと多分もう一生で最初で最後のチャンスだから一生の画角に映ることなんかねえからっつって。呼ぶだろそれ。お前たちでも呼ぶだろ。普通に考えて。呼ぶだろ普通に考えたら。どう考えても。学習発表会。え、何やるかはまだ発表になってないから、俺の口から直接言わないけど、一応、ブースのさ、発表みたいなのが出てて、小池百合子東京都知事、夏野武、加藤純一って並んでたから。いや、これ、ギャグだろうと思った俺、未だに、ドタキャンされんじゃねえかと思ってさ、俺。ねえ。これ、ドタキャンされんだろ。ウケない、ちょっと。じゃあさ、俺を呼ぶってことは、加藤純一の視聴者がついてくるってことだよ。いや、ウケたわ、マジで。だから、ドタキャンされてもみんな怒らないでっていうの言いたかったんだよね。これだってさ、正常な脳みそしてたらさ、まあでも、意外と、だから、意外とちゃんとしてるっていうのが分かってるんだなと思って。意外とちゃんとしてるんだなって。分かってるんだなっていう。多分でもコメントとかは見れない環境でやるんじゃないかな。分かんないけど。分かんないけどな。でも楽しみだよね。すっげえ。めちゃめちゃ楽しみだわ。めちゃめちゃ楽しみ。ゆりっぺ結構いいとこあるぞ。なんか ゆりっぺとじゃ、ちょっと俺も話してくるわ。ゆりっぺと話してくるよ。石川の歴とビートたけしよりおかしい、おかしいよね。いや、でもウケたわ。すっげえ。すげえウケたわ。本当に、本当に笑った、これは。久々に。ドワンゴで久々に笑ったわ。ここ俺みたいな。いや、俺をさ、これ殺しに来てるだろっていうさ。いやでも面白いなと思ったわ。ぶっこんできたなって。思いました。マジで。いい試みだよな。本当に。いい試みだよな。そうだな。普通、カズヤとか呼ぶじゃん。楽しみだわ。本当に。
なんか、みんなにも一番、はい、みんなに言いたくてしょうがなかったんだよね。俺さ、小池都知事と、あれ、大丈夫かなって、俺で大丈夫かなって。本当にね、ここ1週間、2週間、俺気が気でなかったんだよ。気が気でなかったの、俺。ここ1週間、2週間。北朝鮮は俺の植民地だって宣伝してきてくれ。2%ぐらいは、じゃあ、その可能性残しとくわ。都知事が酔っ払ってたら言うわ。酔ってきたらな。何を聞くんだよ。俺が聞きてえよ、そんなの。俺のセリフだろうが、それ。おめえらより俺の方が思ってるから。俺が何を聞くんだよ、つって。お姉ちゃんは、その日に 3DS の本体くださいってきた。うちの姉ちゃん全然興味ねえから。俺が都知事と一緒になることなんてなかなかないから絶対見に来てほしいんだっつったら、家族総出で行きます。大丈夫ですか？よろしく。姉とお母さんは楽しみにしています。幕張の会場はどこですか？メッセ。承知いたしましたってきた。緊張するわ。都庁の近くに住んでるアピールするわ。ああ、そっか、あ、じゃあ近いんすね、意外と。みたいな、そこだけはいいよ。俺もなんか、家近いんだみたいな。都知事に言ってない体で言うわ。他の人たちに向かって。お、うちから見える、なんかライトアップされてますね、ピンクに。ああって、意外と親近感が。遊び来ていいですか？笑ってておきようかな。え、今度なんか、俺あれなんですよ、今、ニコ生やってて、ちょうど昼間暇だから、遊び行っていいっすか？ つって。もし言ったらさ、金くれよ、お前。それ俺もし言ったら、マジで一人10万円ずつくれ。それぐらい、この虫も殺せない俺がもしそれクラスのこと言ったらくれ。10万円くれ。ちなみにあいつ D カップだぞ。お前よくそんなこと言えんな。冗談でも俺が今、真面目なテンションで話してんのに。誰、どんな奴にもお前は女として、見てるんだな。まあでも楽しみだってことを言いたかったんだよ、とにかく。一生懸命頑張ってたらなんか、振りく、ねえ。一生懸命頑張ってたらなんか意外と、なんかねえ、なるもんだなっていうふうに思ったわ。